스포츠를 아웠을 때, 네, 또 다시 이후 만나가 이제 스포츠가 미적입니다. 이스라엘. そこで鳥の受けの方は左肘に手を当てて左足を踏み出しながら一歩をします。そしたら受けの方も一歩を引きます。受け、右の左足、右足、もっと、もっと、もっと、ワビックステップ、ワビックステップ、はい、で次にですね、受けの方は右足を踏み込むんですが、右脇に手を入れながら、はい、この足はこういう、こういう、腰投げで投げようとする。Because this, this movement is using for the 腰投げ。ここを押して、ここを押して、そして腰投げですか、ちょっと動かないで。どうぞ。こう、ここで腰に投げようと。And try to the hip throw. だから腰投げ。この足はこうじゃなくて、This right leg is こう入る。One, twisted.だから実際には、インサイドポジション、ウザー、ライト、ここにこうなってるわけです。そこでこういう手で足を引く。そう、それでこう倒しますね。で、こうザー、あた、はい。そうしますと、受けの方は、足がこう向いてますから、To get right legs in the, be careful the inside direction. Then must be careful the side opening. Per questo che faccio il movimento che deve essere rispettato poi per generare lo spazio per la proiezione. Come lo dici? この足はですね、はい、こう取りまして、一歩こう引きました。で次は、ここで相手を踏み込んでいきますから、背中越しに帯を取ろうと。Next is the 受け子に take for the police. それで、ここで腰を抱えるんですけど、この足も引きながら、はい、そこで止まります。はい、足を引いて、はい、押し返して、はい、それで、先ほど練習した横分かりで投げます。横分かり、はい、そう。はい、ですね。やっぱり、手が足を開いて、
And after is the head for the open the yes. Yes. So. Yes. これで表終わりなんですが、ここで問題点が出てくるんです。この指をどうしてここに入れるのか。Why you put the middle finger to the inside of the judo? そして鎧の胸板が壊れます。Japanese armor has a protect for the chest. We call for the 胸板。その部分というのは、胸板はここにこうあります。ここにあります。ですから、握る場所はもうこうしかありません。Only we can grab the space is only here, in this area, only in this area. After is protected by the armor. それで、なぜ指を入れるのかということをいろいろ研究してみましたけど、どこにも書いてない。I researched about why is put for the finger, but I didn't find this meaning.ただ指を入れるって書いてある。Only for the put for the finger。そこでいろいろ呪術関係のいろいろ資料私調べました。I researched all kinds of the 呪術 books。で分かったことはこれなんですね。Only I understand is the meaning is また急所です。This is a very point for the dangerous point。ですから指はただ入れるだけじゃなし、こうです。この指をここに当たるように。You must this is the target area here, and you must not like this. Okay, push with the finger. ごめんなさい。はい。これが鎧なんですが、This is the armor, okay. この首の部分が胸板がこうなってる。ここに実は胸板。水流れをこれで手をこうやって水流れをオルトマスキューホールディスパーツアコエルクイズポーザーそれで今の先ほどの水流れもこの部分夕立ち先落としっていうのはセーモスパーツこれがさっきのシコロと言いますこれがシコロですこれ this one is a シコロ OK the helmet for the cover ですからここに言いますとこれが当たるこれが当たるこういうふうに言える。How to use this? はい、じゃあいいです。OK? はい。トルコです。Quando Ok è arrivato in quella posizione, quello è il momento in cui Toi fa il passo avanti.
ご覧になったように表の方は一つの技を手でじっくりと動作をしますけれども、裏の方はリズムを速めて展開します。表 is accosted by the very slowly and with dignity, but the 表 is a very, very rhythmical and tempo is a very fast. Could you do that one more? You have a bad way to run? はい、ずっとやっていきます。はい、アプローチ。で、タイと同じように帯を取って腰並みで投げようとして。And same like a tie and take for the belt and try to the 腰投げ。そうしましたら、ちょっと wait。鳥の方は腰を引いて、あいえ、そこでいいです。手首を取って帯を握っている手を振り離しながら、脇の下へこの左手を肘が入るくらいに入る。したがってこうちゃんとくっつきます。小指は小上に振って、そうするとこの肘がもう一本の左腕が一本の肘で折れているんですね。で、この形のまま斜め後ろに折り返して、はい、はい、はい、そこで受けは左足を引いて頑張ります。And, 受け、はい、そして元の足を踏み出して元に踏み出そうとしますね。 And move back. その時に今度は、はい、足を踏み出した。鳥の方は左足を引きます。鳥 is the tail for the left leg. 鳥 is the tail. そして、左足を引いてですね、ここが緩んじゃダメ。これはこのままこのまま。Always keep this position. このままで動きがこうやって崩れます。Position. Don't lose for the muscle. Keep position. そして右足を踏み込みます。ですから、これを下げちゃいますとダメですね。このまま肘が脇の下にしっかり入ってくる。You must be contact with the elbow. And that's the case. このまま回しましたよ。このまま回した。Yes. This is the tail. Okay? Don't down.こう角をひねってますよね。This meaning is a twisted. はい、はい、2本目、はい、立ち上がります。はい、セバンテクニックス、スタンダー。受けの方は両手で両肩をついていきます。受け is attack to the body's shoulder. 車返しています。それを、はい、受けの、Wait. 相手の足を横に振り込みます。はい、そして両手を脇の下に入れます。で、この脇の下はですね、
Poi la vita sta nella per i giovani, scusa, fuori. No, visto a chi è muore luna, voglio essere. È proprio di fuori, non è via, non via. This technique is the uke is attack to the opponent's shoulder. And use for the attack to the eye with the right legs. それをちょっと止まってもらって、はい、抱きついて、はい、抱きついて、はい、
た本日本はい、これは今それを両手で上げながらこの肩の上に持ってマスクポーズアップ and put it on the shoulder on the shoulder、okay? そして右膝をつきながら and right knee must be touch on the 畳 and throw はい、そうだね OK wait. そうしますとこれが最後の岩波という技に入るわけですが受けの方はこういう向きで起き上がります起き上がった時に踏み込んでくる両手でやってこうやってますねそして受けの方はまたこういって持って戻ってきた時に両襟を握って踏み込んでマスケに出てあげますスローバイザーマスケこれが最後ですからここでちょっとまっすぐ押しましたあのすみませんこういう受ける方もこういう位置になりますね。ちょっとその1時間、ほんのわずかな時間ですけども、止まって動かない。After the finish of the all kind of other technique, this is the last technique. Must be awake for the few seconds. One time. ほんのわずか。A little bit for the must be awake for the keep on this form. はい。それで起き上がって、もう起き上がって。で受けはずっと回ってね受けはずっと回ってトリッツザムーブダウンムーバック最初で一歩下がってムーバックわずかに足を開いてもうちょっと足を開いてリジナルリジナルはいそこで座って手をしますよはいテカバックはい、正面向いて足を踏まれますと、手をしてはというわけです。それで、私ども東京で松本さんだとか永井さんと一緒に腰の方の研究をやってるわけです。東京で we are research for the 腰の方 with 永井先生が I。それで、一体腰の方何分ぐらいかかるのか。And we are check for the how many hours is the need for the 腰の方demonstration。いろんな人を全部時計で測ります。And I take all the data from the many kind of the groups。そして本当に充実した腰の方の展開という時間が何分ぐらいが適当だろうかということを考えたんです。What is the best for the time for the 腰の方demonstration? だいたい8分30秒前後です。And average is 8 minutes 30 seconds。あんまり早くなりますと。攻防の利合いが育つになりますね。If you're too much fast and rapid, it couldn't explain attack and defense theory. 今度極端に長くなりますとですね、間が抜けると言いますか、10時間がなくなっちゃう。And if you're too much long time is spent for the 腰の方demonstration, we couldn't do the not explain for the theory.大体8分30秒前後。And the best time is that 8 minutes for the 30 seconds around this time is the best time for doing for the 腰の方demonstration。やっぱり loro stanno lavorando cercando nelle video qua il tempo ideale di dimostrazione è 8 minuti 30 secondi dove un tempo più ridotto o un tempo più prolungato ha dei problemi nel fluire della tecnica nel sistema di dimostrazione. Così, però, please practice for the ura. Due minuti, due minuti.